おはようございます。1月11日でございます。今回はですね、反転ポイントを115円の448と設けましたけども、ここで反転しなければさらに強い勢いでね、セルの方向へ沈んでいく。まあこれはもう今まで散々パラお話してきたことなんで、ご理解いただけると思いますが、さああれから次のチャンスはどういうところに来るんでしょうか。こちらをご覧ください。まずはね、デイリーなんですけども、ポイントとして設けたのはこの力点です。こうグッとね、上昇したところから売りに入ったこの反転、ここを多くの投資家さんは意識しますから、ここを突き抜けた時もそうだったんですけども、同じようにね、ここを突き抜けた時に、もしくは反発した時にエントリーがちゃんとできるかってことになってきます。115円の448、かなり注目ポイントですね。と同時に、ここもちょっと覚えててくださいよ。後で使うかもしれませんからね。116円の290というふうにブックマークしておきましょうか。じゃあ4時間の方見ていきます。4時間はね、4時間もこれちょっとお話したと思いますけども、ここで横ばいのもじゃもじゃが入ったでしょ。ここでまあこの売りに入っても大きなヒゲで押し戻されたっていう話したじゃないですか。つまりはここでね、買いのエネルギーがかなりあったってことなんですよ。まあそれは置いといても、横に伸ばした時にどこで反転するかってことがだんだん分かってくると思います。ドーンと下がった時でも、このねゾーン内で今陽線に変わったでしょ。だからまあまあこういった横ばいポイントを覚えておくのもとても大事です。ここもね、横ばいポイントですし、ここも横ばいポイントですよ。これはチャートが買いに向かってる時に一つ一つ説明したところだと思います。だから一回何かね、形を作ったら、これがね、後の時間でも使われるってことなんですよね。だからここをよく覚えておいてくださいよっていうことにもなるわけなんですよ。当然ここも使うかもしれませんよ。もうちょっとね、だいぶ時間が経つと効力が失われていくんですけども、まあそうですね、この上昇が始まったのがここですから、ここぐらいのことはちょっと覚えておいた方がいいと思いますね。ここからも使うことがあると思います。要するに、この下のポイントからこの上のポイントまでを一直線に結ぶでしょ。その後横にこうやって伸ばしていくんですよ、各力点を。こういうふうにね、これができるかどうかですよ。だから補助線をいっぱい引いといてください。普段から引きすぎるとね、どれが本物の補助線か分かんなくなりますけども、重要度でまとめておくことが大事です。さあそうなると、この1時間軸で私が申し上げたい次のチャンスっていうのはダブルボトムですね。ダブルボトムが出るんじゃないですか。こういうふうに反転して、この反転のエネルギーはかなり強いんで、ぶち抜いていく可能性がありますね、ここ。まあそういうふうに今後の1時間軸は見ております。ただこのダブルボトムがここで始まるのかね、この辺りまでずれ込むのか、ここがちょっと分かりにくいんですよ。ヒゲがある人だから、ここにヒゲの分だけここにインパクトがありますからね。だからこの辺りまではちょっと変動すると思います。どの辺りでダブルボトムを作っていくのか。だからこういう風なゾーンになるんですよ。いいですか。こういう風なゾーンになる、あれ、こういう風なゾーンになります。114円905から115円045の間でゾーンができるんじゃないかなというふうに意識しておいてください。じゃあ今日はそんなとこかな。ダブルボトムが次の攻略ポイントですね。もちろんダブルボトムが出ずに、もっとセルの勢いを強く下の方に戻っていくかもしれません。そうなると嫌な円高がまあ終わってですね、そこそこ安定したドル円の価格帯になってくるのかなと思いますけども、どうなるのかはまだ分かりません。とりあえずダブルボトムが本当に成功して上昇に一気に駆け足を作っていくのか、そこを注目していきましょう。ではお疲れ様です。